群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年5月15日かな、日曜日です。今日はライブ風にやってみようと思います。なんでかっていうと、もう編集とか大変で全然動画上げられなくて、もっと簡単にできないかしらと思って、ひとまずやってみます。まあ、コーヒーなんか飲みながらやってみます。ちょっとね、私、ビデオエディター、Windows で標準に入ってるビデオエディターと、ボイスレコーダーで作ってるんですけど、ちょっと限界を感じてきて、針の先生に相談したら、そろそろ動画編集ソフトを買った方がいいんじゃないですかなんて言われて、そうするとパソコンが重たくなるのが私嫌なんだ、どうしたらいいかな、じゃあ外付けのハードディスクを買ったらいいんじゃないってんで、ケーズ電機で買ってきました。 6TB。 ちょうどね、オタクっぽい店員さんがいたんで、すいませんちょっと教えてくださいって言って、こういうのお詳しいですかって言ったら、はい詳しいですよって、よかったって言ってね、いろいろアドバイスしてもらって買いました。よかったです。で、まだビデオエディターだけど、とりあえずこれを買ったということで楽しいね。それで、私以前この群馬会館とか群馬の、昭和庁舎、あれをね、マッドフラットの時に一度埋もれた建物じゃないかっていう動画を以前上げたんですけど、なんか中村浩三さんがね、フラットアーサーのあの人が、そうじゃ、それっぽく見えてそうじゃないのもあると、マッドフラットで埋まったんじゃなくて、そういうマッドフラットで埋まった半地下とか地下がある、地下に窓があってね、ちょっと掘れてるような建物を、西洋のを真似して日本で作ったやつもあるんじゃないのなんていうことをどっかでおっしゃってた気がして、もしかしてあの群馬の昭和庁舎とね、群馬会館は昭和5年とか8年とかの建設だって書いてあるんですよ。でさ、明治だったらもう誰もわかんないから適当に書けるけど、昭和っていうとちょっとなんか、あれ本当に昭和に建てたのかなって、だって誰か見てるでしょ、ね、で昭和5年や昭和8年に建てたっていうのは今2022年に言い出したわけじゃないし、ずっと前からそういう設定というかね、あの表記してあったんだろうから、で不安になっちゃったんですね。でちょっとこうグラグラ来て揺らいじゃって、でもね、私のね、こう夢というかね、あのそういうのはこの群馬会館とか昭和庁舎もなんですけど、いろいろあの ホールとか、これ大理石の大広間とかね、これ結婚式の披露宴やるらしいですよ。あんまりここでやったっていう人聞いたことないですけどね。なんか会議室とかあって、もうすごい安く借りられるんですよ、県の持ち物ですからね。それでさ、こういうところでみんなで集まってさ、これじゃないわ、利用表なんかマットフラットの話とかできたら楽しいなって思うんですけど、そういう夢がありますが、皆さんこういうとこにできたりとかします？1回会議室30名、午前1770円、午後1770円、1日借りても5310円、これ30人入るけど、第3会議室24名、これなんかは1日借りても3720円とかね、安いですよね、多分安いよね。あんまりこういうのの相場を知らないんですけど、でもほら、この中の大理石、これはいつやったんかね、昭和58年の赤城国体の際に大改修が行われました、だって。
これにくっついてるちっちゃい大理石の会議室っていうのもあるんですよね。それ20人ぐらい入れるのかな。まあまあそんなことをここがもしかしてマッドフラットの建物じゃないかって思った時から考えてたんですよね、イルカとしてはね、うん、さてでね、ちょっとがっかりしてたの、もしかしてあの構造さんの言うように普通の最近の建物かもしれないと思って、それでこのね、写真が語る前橋市の130年っていうこういうねチラシがあって、あの市政130周年記念っていうね、前橋市の歩みを写真で振り返るふるさとの激動の日々がこの一冊にということで、今年の7月にあの限定2000部で売るんだっていうんですよね。え、前橋駅ですね。でいろんな人から写真を借りて作ったそうです。ここに着物のおばちゃんとかいるよね。でこれが国道50号だって、本町から。でこれ見てたらですね、ちょっとここ、うん、いいかな、ちょっと光っちゃうね。あ、これいいか。総社鍛冶町の子育て地蔵尊の、祭礼日、焼きまんじゅうの露店販売に女性たちが集まっている。地蔵尊は18世紀初め推進した子どもの供養として建てられた。古くから一も立つほど盛大に地蔵尊の祭礼が行われてきた。昭和35年。で見てたんですよ。地蔵尊は18世紀初め推進した子供の供養として建てられた。18世紀初め推進した子供の供養、何それ。18世紀に大量に推進した子供がいたんでしょうかと考えてしまってですね、あれやっぱりなんかマットフラットとかあったかもしれない、またここで気持ちが盛り上がってきまして、まあそんな諦めなくてもいいかな。おっとっとっと、難しい、これ安物のあの三脚でねっていう感じでね。祇園祭りが群馬でもあるんですって。これが駒形の祇園祭りだって、文化9年1812年に始まったんだって、これは、前橋の中央通りっていうアーケードですね、昔は賑わってたんですけど今はもう本当に寂れてしまって、あのコマーシャルの撮影とかによく使われてます。アルソックとか、あとなんだっけ、なんか招き猫の大きいのが来てたの私見たことある。小島なんとかの小島っていう人がわっしょいわっしょいみたいなことやってた。あとこれルナパークもありますね。観覧車はねもう今ないですね。花嫁さんとかね、まあそんなんでこれも私予約しましたんで、面白い写真があったらまたご紹介します。収録写真600点、9990円、税込み。うわーすごいなね。これ年猫番店のおばちゃんとかいいですよね。なんか楽しそうじゃないこの二人も、見てこの富士見村、うわーなんか、うわーもうこれはさ、なんかなんて言いましたっけ、あの版画、江戸時代の版画みたいですよね。なんて言ったっけ、広重とかだっけね、えそういう感じ。あれ赤城山ですよねこれね。赤城山にはね、行く途中に大鳥居があるんですよ。真っ赤のね鳥居があって、そこを車道が走ってるんですよ。そこを抜けて、そこの下をくぐって赤城山に行くのね。あね、その鳥居にね、私昔ある人からね話聞いたことあるんですけど、自分がその早朝にその赤城の鳥居の方に行ってそこくぐろうとしたら、あのなんか
その鳥居のね、こう横のね、なんていうの、横棒のところを、あのなんていうか鉄棒でにさ、膝をこう引っ掛けてブランってぶら下がることができるでしょ。なんかそんな感じで、なんか人っていうか、まあ幽霊みたいのがブランってぶら下がってたってそれを見たっていう、なんかちょっと霊感の強い人なんですかね。まあそういうの聞いたことあります。怖かったです。本当って。まあそれでですね、エンドさん7月3日に群馬に来るかもっておっしゃってましたね。みんなも来る？でね、街中マップっていうのをちょっともらってきました。これ朔太郎ね、まあ、とにかく朔太郎がぶりなんだよね今ね。朔太郎生きてた頃はね、なんか迫害されたらしいですよ。詩人なんてブー太郎と一緒っていうんでね、あいつは働かねえんだいなっていうんで、冷たい目で、お医者さんの息子ですからねえ、それが詩人なんて今で言えば YouTuber みたいなもんじゃないでしょうかね。あいつはブラブラしてないなみたいな、働かねえんだいなって。でね、これがね、一応ちょっとご紹介しますと、どう見たらいいのかな。あ、前橋駅ですね。前橋駅、両毛線の前橋駅。ほんでここの前にざっと見ちゃう、これ空襲に1回あってますから綺麗になってますね。ここ50号、国道50号があって、ここ国道17号とぶつかるんね。で、この辺に、ここに日銀の前橋支店があって、この辺はだから、なんだ、りそな銀行とかね、なんかあって、この辺にこういろいろなんていうの、お役所が集まってね、あの法務局とかさ、税務署とかで、ここに群馬会館があるんですよね。そのレトロな群馬会館で、そのお向かいが、昭和庁舎で、こっちに新庁舎があるわけね。地上33階、地下3階、333のね。で、その向こう裏側にあれですよ、この坂東太郎、利根川が流れておりまして、だから川なんですよ。ほんで、あ、ここのね、あの昭和庁舎の、あ、県庁とかの、あの敷地の一番端っこに前橋城址、これが、まあ、石垣だけあって松とかが植わってますね。あんまりちゃんと見たことないんだけど。で、その向こうに公園があって、前橋公園幸の池、これ鶴舞う形の群馬県なんですよ、形がね。それで、ここの県庁にさ、の上の方に県知事室があるでしょ。で、これ県知事がこれ自分の部屋からこの幸の池を眺めるんだって。俺の群馬っていう、そういうことだそうですよ。で、こう東照宮がある、んですよ。でね、ここね、なんかちょっと自分の敷地ちょっとはみ出して、なんか市の敷地に建物がちょっと建ってるじゃないかって、なんか文句言った人がいるらしくって、ずっとあの揉めてたらしいんですけど、最近建て替えてたんで、それこうちょっとこうあのはみ出してるんでやめたみたいですよ。おしゃれなね、なんか素敵なあの神社になってて、ここはよく結婚式とかやってますね。でね、そのだから改修工事の時にいろいろ木切ったり、なんか塀を崩したりとかしてて、私こっからね、この中央大橋から渡って、こうちらっと見てたんですよ。そしたらなんかオベリスクがあったん、今まで見えなかったんだけど、オベリスクになんか上になんかワシみたいな鳥がこうバサーってな、それが見えました。でこそ中央大橋、これ、グリーンドームで、これ競輪場ですね。で、前はドームじゃなかったんで、こう見えるから、もうおじさんたちがこの車で橋を渡りながらグーって見ちゃって危ないんで、なんかこう高い、なんて遮蔽する板がずーっとありましたね。
おじさん競輪見ちゃうね。でこのね、これ輪行閣、輪行閣っていうね、あの立派な木造の、あの昔迎賓館として使われたというあの建物がありまして、なんかね、何年か前にね、あの大河ドラマになったんですよね、あの NHK の忘れちゃった名前、その人が建てたっていう。それで、そのドラマができるとなった時にだいぶお金が出て、綺麗に改修工事しまして、今ね夜はライトアップして紫とかね、なんか綺麗なんですよ、うん。この輪行閣は昔私の母がね、マンドリン教室に小さい私を連れてね来てまして、私おとなしく待ってましたね。あ、そしてこっちがルナパークです。これね、ルナパークでね、だからねこの辺ね、だから川沿いで、こっからなんかこう下にこう下がってるんですよ。この幸の池とか下の方にあるんですよね。河川敷、河川敷の一部みたいな、こう崖になってる、なんかね地形はそういう感じです。町の中心地はまあこの辺なんですけど、もう錆びれちゃって本当にかわいそうな感じですよね。でこのスズランデパートっていうのがあるんですけど、もうあのお客さんより店員さんの方が多いっていうね、すごい、どうやって成り立っているのかわからない、何か税金の優遇があるんじゃないかなっていう噂がありますけど。で、まあ、作太郎橋だって、まあ、作太郎がね、売りで今やってるみたいです。前橋文学館なんてなかったんですよ。最近できたのどこだっけ？あ、ここだ、前橋文学館。これか。これね、こんな感じ。うん、まあ、一応そういうことになってます。じゃあちょっとこんな無編集で載せてみます。またねー。